はい、どうも、サオでございます。まあね、今回は、覚醒デロンズ、まあ、アリーナで、まあ、使ってみるっていう動画ね、いろんなとこに上がってますが、まあ、ちょっとね、一回アリーナを見ていきましょう。で、今回、まあ、これはもうバックグラウンドで流すんですけど、まあ、今回、今日は PVE で、デロンズ使っていこうと思います。やばいって、なんでメルキル避けないの、これ。ね、使っていこうと思うんですけど、まあ、あのね、今回、てか今、今回のイベントで、解宝石が、取り放題、取り放題というか、まあ、90個取れるんですよ、ポイント。で、それの大半の部分がセット装備を、まあ、50回ずつ周回するっていうのが、重要になってきます。で、ここでやっぱり封炎とか、あとは、スニッパー、ライアンあたり、育ててない人は、やっぱりデロンズをね、覚醒させて、使ってあげると、非常にね、よろしいなと思うね、動画が、撮れましたので、そちらの方をね、解説していきますと。はい、それではね、ボロ負けなので、このままカットさせていただきます。はい、それでは見ていきましょう。で、これね、宝石。ダンジョンです。で、まあね、あのね、本当にデロンズは減少食らってもワンパンできるし、クールタイム免疫、クールタイムチェーン免疫があるので、まあ、秒ですね。まあ、このパーティーじゃなくても、まあ、アリエルが、クラハンとか、まあ、いろんなクリティカルダメージ量上昇のキャラなら何でもいいですね。ジュフィー進化前でも OK。って感じで、宝石はもうね、下手したら、封炎より早いんじゃないかっていうレベルの速さで、周回できます。やっぱりクールタイム遅延免疫が良いですね。なので、この封炎とか、まあ、スニッパーあたりいなくて、宝石だるいよ、だけどデロンズは覚醒させたいぜっていう人は結構ね、デロンズはね、お得なキャラになってると思います。これ若干ね、ルーン足りてなくて、ワンパンできてないんですけど、まあ、ルーンさえ振れば、ワンパン可能です。はい。なので、まあ、イベントのポイントをゲットするために、こちらでね、やってみるのもありかもしれません。まあ、これは僕はお楽しみとしてやってますけどね。レイドなんですけど、まあ、これ後から気づいたんですけど、ユキのパッシブ発動してなくねみたいな。でもこの火力出ますからね。なので、まあ、さっきみたいにこのジャムのところアリエルとか、あとは、ユキのところを理性にして気絶免疫つけて、まあ、手のスキルを使って弱点攻撃率じゃない、弱点ダメージ上昇を最初から測るっていうのも良いかもしれないのと、まあ、ジャムのところアリエルに変えれば、ユキのパッシブも出ますね。で、まあ、これはね、本当にただね、レイド飽きたので、デロンズでもいけるんじゃねみたいな感じでやってるので、まあ、おまけですね、今回は。でもね、結構楽しいですよ。まあ、気絶はもうしてますけれども、デロンズのクールタイムめっちゃ早いんで、まあ、リセットできるんで、自分で。打ってからまた覚醒スキル打って、また打つみたいなことができますね。で、こう死神のランプ、めっちゃ出るんですよ。なんだこの火力みたいな。セインとかの頃を思い出すとね、すごいなって思いますけどね。で、まあね、これ見てるだけなんですけど、なかなかデロンズの装備がわかんねえっていう人は、翼さんのチャンネルで昨日結構デロンズの編成と武器の考察をやったので、デロンズの武器とか、まあ、考察あたりは、まあ、昨日の生放送なんか作業がてら聞いてもらって、で、僕のね、チャンネルで、セブンナイツの過去、今までの歴史を振り返るっていうのを後編でね、やってるので、第1回、セブンナイツ討論みたいのをね、生放送で上げました、前後編で、両チャンネルで。なので、見てみてください。聞いてみてください。と言っている間に、本当に火力高いですよね。この貫通スキルは、貫通はついてない。だからこの貫通ついてないから、割と免疫、物理免疫とかダメージ免疫の時代がね、来るんじゃないかなと僕は思ってますね。まあ、今後、貫通が少なくなってきて、みたいな。
ってなると、まあ、ライアンが使いたい。ライアンが使いたいだけなんですけど、まあ、物理に変わっていくのか、ハヨンを軸に耐久に変わっていくのか、結構なかなか転換期なんじゃないかなって思います。OK。2分半ぐらいですね。まあ、なかなかレイドでも使えるので、余裕ある人はデロンズで楽しんでみてもよろしいんじゃないかっていうね、今回は軽めの動画でした。ご視聴ありがとうございます。